今回のお悩み、好きな人の気持ちが分からず、このまま付き合っていいのか分かりません。結論から言うと、好きな人とコミュニケーションを重ね、お互いの気持ちを確かめ合いながら関係を進めていくことが大切です。まず、科学的根拠を挙げますと、心理学者のジョン・ゴットマン博士は、カップルの関係がうまくいく秘訣として、ビット、関心や要求のサインへの対応が重要であると述べています。好きな人とのコミュニケーションを通じて、お互いのビットに気づき、ポジティブに応えることで、関係がより良好になります。具体的なエピソードとして、あるカップルがデート中、彼女が、あの映画、すごく面白そうだね、と言ったとします。これは彼女からのビットです。彼氏が、そうだね、今度一緒に見に行こうか、と答えることで、お互いの気持ちが通じ合い、関係が深まります。読み手が前向きな気持ちになれるような表現を使って、アドバイスを提案します。まずは、好きな人とのコミュニケーションを大切にし、相手の話に興味を持ち、共感し合うことが重要です。さらに、お互いの趣味や価値観を共有し、自分自身をオープンにすることで、相手の気持ちを引き出しやすくなります。そうすることで、自然と二人の距離が縮まり、お互いの気持ちが分かり合えるでしょう。最後に、あなたの勇気を持って、好きな人に自分の気持ちを伝えることも大切です。恋愛にはリスクがつきものですが、そのリスクを乗り越えることで、素晴らしい恋愛関係が築かれることもあります。前向きな気持ちで、積極的にコミュニケーションを図り、お互いを理解し合いながら、関係を築いていきましょう。1、相手との共通点を見つける。まずは、お互いの趣味や興味を共有しましょう。共通の話題で盛り上がることで、自然な形で距離を縮めることができます。例えば、共通の趣味が映画だとすれば、お互いのお気に入りの映画や、これから見たい映画について語り合うことができます。2、気持ちをオープンに伝える。次に、自分の気持ちを素直に伝える勇気を持ちましょう。例えば、最近一緒にいると楽しいと感じる、といったポジティブな感情を表現することで、相手も安心して自分の気持ちを話しやすくなります。3、相手の気持ちを確かめる。最後に、相手の気持ちを確かめる方法として、直接聞くことも大切です。例えば、どういう関係でいたいと思っていますか？といった質問を投げかけることで、相手の本音が明らかになります。これらのアドバイスを試すことで、お互いの気持ちが分かり合える関係を築くことができるでしょう。そして、希望を持って前向きな気持ちで取り組めば、好きな人との関係がより良いものになることを信じてください。恋愛は予測が難しいものですが、お互いに努力し合い、気持ちを確かめ合うことで、素晴らしい恋愛関係が築けることを忘れないでください。あなたが望む恋愛が実現できることを心から願っています。